カルディアルカエウムスプテッラーネウムは2010年に報告された未記載の高熱古細菌である。メタゲノム解析のみがなされており、形態等の詳細は不明。地下320メートルの近郊より発見された。メタゲノム解析から判明した特徴が基地の古細菌門と異なることから、新門エガルキータが提唱されている。系統解析。 遺伝子構成などは、比較的タウムコ細菌に近く、タウムコ細菌に含むとする見解もある。168万938円気体の環状ゲノムを有し、計1777箇所の ORF が見出されている。水素、または一酸化炭素を、酸素あるいは硝酸、亜硝酸ウ酸塩で酸化して、独立栄養的に増殖していると予想されている。 特筆すべきこととして、指キッチンマイナスプロテアソームシステムに必要な遺伝子が発見されたことが挙げられる。指キッチンシステムはこれまで深核生物特有と考えられていたが、この発見は、深核生物型タンパク質収縮系の起源の通説を覆す可能性がある。2015年には、ロキコ細菌と呼ばれる別のコ細菌からも指キッチンが発見されている。 未培養のため未記載だが、二名法による名称として、暫定的に、コールディアルケウムサブタレーニウムと呼ばれている。俗名は、断固細菌でコールディアルケウムカルディアルカエウム、種形容語は、地下のを意味する、ラテン語、サブタレーニアススプテッラーネウスの中性型である。指キチン、指キチン活性化酵素、指キチン結合酵素及び指キチンリガーゼのオペロンを、持つ。 プロテアソーム自体は他の子細菌にも存在するが指キッチンの発見はこれまでなかった。ありがとうございます。